中村天風術。新年の奇跡。第10章。祝願達成の原動力。新年という言葉は誰でも知ってます。人生心理を探求しない人でも知ってるんだから、言わんやまして、あなた方のように熱心に探求している人は何も今更、 私から改めてその重要性を解くまでもないんです。ですから、十分理解されてるはずだとは思うけれども、しかしだ。古い会員なんかで病にかかったりなんかすると、全然話にならない人がいる。中には、非常な誤解を持ってる人がいるんです。この間も、神戸の古い会員で、 病になった人がそれを私に一言も言わなかった。それでその人に、なんで病のこと私に言わないのって聞いたら、先生に申し上げたら怒られると思って、バカ言え、人間は完全無欠じゃないんだから。生きてる以上は病にかかることもあるじゃないか。病になったからって私が怒ったことあるか。 病になって、その病に負ければ怒るかもしれないけれど、病に対する心の持ち方が完全にできていりゃ、えって褒めるよ。と、そう言ったんだ。そしたら、本当に病になっても怒らないんですかって言うから、怒りゃしないよ。ただ病になったら先生に怒られやしないかっていう考え方が、お前の頭の中にあることが、 大きな間違いなんだよ」とそう言ったんですつまり長い間私の話を聞いていても聞き方が下手だとそうなるだから信念のごときも理解が抽象的な人が多いんですぜ案外分かってるはずだと思って分かってない人が多いんです遠慮なく申し上げると あなた方の考えてる信念というのは、ただ人生に対して大事なものだということだけしか分かってないんじゃないかと思う。もしそうであれば、それは漠然たるわかり方なんだ。だから、一歩進んで、どういうわけで信念というものがお互いの人生に対して大切なのかと質問されると、理解が抽象的だから、 その答えも抽象的にならざるを得ないという傾向が相当多く見受けられる。それは今も言った通り、何事も事なき時にはちょうちょうなんなん。馬鹿に分かったようなことを言ってるけれども、ひとたび病になり、運命なりで自分の人生が失脚した場合には、本当に分かってないことが分かっちまう。 何もない時だけ積極的な心持ちを立派に守れるけれど何かあった時には必要な心をどこかに置いてけぼりにしちまうというのが現代人じゃないかいそれでそういう時になんで教わった通りの心の持ち方をしないんだって言うとそれがなかなか理屈はわかってもできないって言うんだそこで今日は 信念の重要性を現代人の人生常識に正しくフィットするように精神科学的に説明してみようと思う。するとおそらく今日の私の説明が単に正しい悟りとなるばかりじゃなく、やがてそれがあなた方の人生に価値高く実現してくることを私は確信します。そして信念というものが不抜なものになると、 人間各自の心の中にある祝願達成の原動力となることがはっきりとわかるんです。想像力というものを応用して、心に耐えず念願する事柄を映像化してはっきりと描くことによって、それをちょうどオリンピックの成果のように、耐えざる気持ちをぐんぐん燃やしていると、信念というものが一人でにかっ不抜になるんです。 人生の一切を完成せしめるゴールデンキーは、想像という心の作用にバイブレーションをかけて信念の力を強固にすることなんです。どうだいこの優しいことがあなた方わかってなかったろういくら信じろったって信じられないわとか、信念信念と言ったって信念するたんびにやり損なうわというような気持ちで、 今言ったような効果的なことを、それは極めて簡単明瞭なものだから、効果的だと思わねえんだよ。もう一遍言うぜ。祝願達成という言葉をおろそかに聞いちゃダメだよ。想像力を応用して、心に絶えず念願することを映像化する。あなた方は、 ああなりたい、こうなりたい、ああなってほしい、こうなってほしいということを、のべつ心の中で、自分でも考えきれないほど朝から晩までしょっちゅう考えてるだろう。ただ、ああなりたい、こうなりたいじゃいけないんだよ。ああなりたい、こうなりたいことを、一つの現実の絵にして自分の心の中にはっきり描かなきゃいけないんだ。 そうしてそれを絶え間なくオリンピックの成果のように絶えず燃やし続けるんです。中にはへそを頭につけるような笑えないような滑稽なことを考えてる人もいるでしょう。あるいは真面目に自分の人生にそういうものが実現できたらどれだけ自分だけでなく世の中も良くなるだろう。というような祝願を持ってる人もいるでしょう。しかし、 あなた方の祝願の概ね多くは向こうから逃げられちゃってる。単にあなた方がああなりたい、こうなりたいという炎がただ燃えっぱなしで途中で消えてるんです。それでそれが人生だと思ってるから、別に我慢してるわけじゃない。花からどうにもならないもんだと思って、諦めるつもりはなくても諦めなきゃならないから、まあしょうがないな、 と思って生きてるというのがあなた方の現在だろう。ところが、信念というものがカッ不抜になると、正しい祝願なら必ずそれが達せられるんです。正しい祝願というのは人間として当然そうあるべき祝願です。だから、よく考えてごらん。 あなた方がいろんなことを考える事柄の百分の一も実現できるか否かを。これは真剣に考えるんだぜ。実際において、信念の重要性を認めてる人でも、それが祝願達成への原動力。言い換えれば、信念というものは自分の心で考えてることが、 いわゆる万物の霊長としての立派な存在を確保するものであったら必ず事実化してくれるもんだということに対して本当にそうだと善人する人はあまりいないと思うただ口じゃ信念信念と言ってますよ自分じゃそこまで深く考えてないから頭から信念さあれはなんとかなるだろうと思ってるようなあやふやな考え方だけなんです この間も東京である人が、先生、私が先生のお年になるまで、まだ20年あります。と言うから、若い割に忍びてんなって言ったら、いや、先生みたいに若い時から修行していないから、これからだんだん、この老いぼれ姿を直しますが、まだ20年あります。20年あるって言ったけど、 私の歳まで生きられるだけの信念があるのかいありますともしかし、それはそう思って口で言ってるだけで、信念じゃありゃしない。英語で言うと、I believe with conviction じゃなく、I'm thinking so なの。それじゃ何もならねえがな。思ってる、考えてるだけならば、 誰だって思って考えてるよ。それはただ長生きをしたい、長生きができるだろうと。It might be so なんだもん。そうあるかもしれないってだけのことを信念だと思ってる人が多くないかいこれは本当の信念とはどういうものか、正しく理解されていないからだと遠慮なく言うぜ。そうだ、私は信念というものを知ってるつもりでいたけれど、 言われてみるとわからないなぁ、と思わないかい。いつかも話したね。昭和15年、私は突然、声が出なくなっちゃったんです。話すことが仕事の私が声が出ないというのは、剣術使いの腕が折れたよりも悲惨です。おまけに北海道から公演を頼まれていて、出発の3日前だった。 咳の声さえ出ない。人生っていつ何時そうなるかわからないんだぜ。当時、東京のニコライ堂の前にいた自備陰講家の大家、小野博士を呼んでみてもらったよ。私の喉を見て、これは生体にできてる特殊の癌だ。即刻入院、即刻手術って言うんだ。しかも、手術しても命が助かるかどうだかわからない。 って言いあがる。とにかく息をしているバルブのところにガンができちゃって声が出ないくらいだから早晩息ができなくなる。万が一命が助かっても一生声は出ないよって。もっとも小野博士は非常に仲のいい友達なもんだから、まあ今まで何百人分も喋っちゃったんだから、まあ声が出ないでも命が助かれ諦められるだろう。とこう抜かし上がるんだ。 この時、もし私が自分の生命に対する信念がなかったら、親友の一人の医者からそう言われたんだから、早速入院して、早速手術してもらって、早速声が出なくなっちゃったろうと思う。私は小野博士に、がんもとんびもあるかいてめえが作った体のような顔しやがってってそう言ったの。私は初めから死ぬ時は死ぬよと思ってるだけなんです。だから、 生きてる現在はただありがたいと感謝しながら生きてるだけなんです。いくつまで生きていようとも何とも思ってやしない。こうやって今日を感謝して生きてる限りは生きてられるんだって信念を持ってるんです。だから私が本当に世の中の人のための幸福を考えてる気持ちのある限りにおいて、私の声が出ないことあるか たとえ半年一年かかってもきっと声出してみせるぞと思ったんです。後に小野博士は私に言いました。お前のような無茶苦茶な男には医学はなきに等しいと。しかしそれはね、あなた方にお導きするようないろいろなことを研究した後に得た私の心の変化で、 現に私も若い時には信念が大切なもんだということは飽きるほど聞いてましたけれど、ただ、もっと信念を持てとか、信念が大事だというだけで、誰もその心の実際状態を教えてくれなかった。ただ言葉だけを耳にしているだけなんですから、いざとなると、俺には信念がないんじゃないかと、 時々ふっと味気ない気持ちになることがあったんですただ頑張って大丈夫だと思うのが信念じゃないんだからねもしあのまんまで私が生きてたらこの年まで生きてないし仮に50歩100歩譲って生きてられたとしてもそれは掲揚もできない人生の苦しみにしょっちゅう心の中は渦巻いていただろうと思う しかしありがたいかな。偶然の動機でインドの山の中に入って一年ぐらい経った頃、私は今ここでインドの哲学を研究してるんだってことに気がついた。第一、それまで哲学なんて考えたことないんだもん。そんな人間に実際的に哲学を研究する運命が与えられたんですから、人間の運命というものは不思議なもんです。 そしていやをなしてててなに研究させられてかられかか新年の実際状態が分かってきたんです私のインドでの3カ年の難行苦行というのは行ってから1年半ばかり経ってから現代の日本人が想像もしないような極楽橋に生きるようになりましたけれどその極楽橋に行きながらも難行苦行は絶え間なかった。 インドの山の中の南行苦行は、第一、人間を人間として扱わないんです。修行中は犬猫よりも劣った存在として扱うんです。豚や鳥や羊よりも以下になるんだから。どうです飼ってる犬を呼んで、お前はこれより以下だだから犬より先に飯食っちゃいかんぞと言われたら、あなた方、さようでございますか って言うかい山の中でヨガの研究をしている人間はみんなそういう境涯を経てきてるんだ。人間の一番人間らしからない境外を耐え忍んできてこそ本当の人間の確かな筋骨が作り上げられるというのが何千年来のヨガ哲学の根本信条なんです。しかしありがたい。 一年ばかりたって信念の実際状態が分かってきた。それまでは信念というものは積極的にがむしゃらに事の成功なり成就を強烈に心の中で考えてりゃいいだけだと思ってたんです。だって信念とは疑わざる心というだけしか誰も教えてくれないんだもん。だからそう思う思い方が強烈なら強烈なほど、 信念がかっこ不抜なものになるんんだと考えてたんですもっとはっきり言うとそういう考え方を何事に対しても持っていれば健康も運命も完全になるそれが信念完発のシークレットだと思ってたんですところが信念の実際状態というものが夜が明けるようにだんだん分かってきたら 信念でもないものを信念だと思い違いしていたことに気がついたんだ。よくお聞きなさいよ。信念というものは、ただ一心に積極的に、馬車馬的に、がむしゃらに、そのことの成就なり、成功なりを強烈に心の中に信念することじゃないんです。そういうのは五女っ張りというんだよ。 そんなことしてできるか、おい、ダメだよって言われて、大丈夫だよ、俺はできるという信念があるよこれじゃあ、語助を張ってるだけなんだ。いいかい。本当の信念という階級の高い心は、精神科学的に言うと、否定や肯定から超越したものなんです。否定があったり肯定があっちゃいけないんだ。 否定や肯定という気持ちは相対的なもの。イエスとかノーとかを心の中で考えている間は、その心は相対的なんです。その相対的な心境から超越した心境が絶対的な心境で、それがすなわち信念なんです。以前、私の講演を聞きに、当時、 世界的に有名な造船技師の人が来たことがあります。もう亡くなりましたが。その頃すでに私は新年の話をしてましたが、今ほどわかりやすくは解いていませんでした。講演が終わった後、その人が、今日のお話でちょっとわかりかねるところがあるので、お聞きしてよろしいでしょうかって言うから、 私は私の話を一通りすべて聞いた後に疑問点などをまとめて聞くようにしてあるんだが、あなたはまだ来て三日目だろう実はこれから北九州の方へ出張しなければなりませんので、今月はもうお話を聞けません。じゃあ来月聞けばいいじゃねえか。って言ったら、自分でも情けないと思ってるんですが、何かわからないことが頭に引っかかってしまうと、それがわかるまで夜よく寝られないんです。 それは大変なことだ。私の話を聞いて寝られなくなっちゃったんじゃ罪作ったことになるな。そうか。簡単なことなら返事するよ。はっいや、簡単なことなんです。先生、今日のお話の中で、疑って迷ってる以上はどんなことしても、本当の真理はつかめないぞとおっしゃいましたね。それが正しい人生の真理かもしれませんが。ああ、言ったよ。 そうかもしれませんが、私たちの仕事でそういう気持ちだと何一つ仕事ができません。と、こう言うから、ふーん、君の仕事ってなんだい私は船作りをやっております。その時初めて造船屋だと分かった。造船屋かいあれかい船作るのに疑いがないとできないのかいそうです。 疑う気持ちがあるから研究する気持ちが起こるんです。って言うから。ははー失礼だが、名刺には工学博士と理学博士、学位が二つ書いてあるが、あんた、大学はどこ出たの帝国大学です。赤門会さようでございます。お父っつぁんはどこのお方茨城県であります。今どこにいらっしゃるの茨城県におります。 茨城県って何してらっしゃるの脳であります。百姓かいいや、脳であります。脳と百姓と違うのかいは、茨城県では地主は脳であります。百姓というのは、地主に使われて伝たを耕している小作人が百姓であります。恐ろしい区別があるんだな。脳も百姓も同じだと思ったけど。まあそれじゃあ、地主の脳だな。そうであります。 バカ。私は一言そう言った。これは驚いた。仮袖にも人をお導きになる先生がいきなりバカとは何事です。はは、腹が立ったか。あなたね、道歩いてる時に向こうから女が来たら男が来たって言うかい女を見れば女って言います。うん。子供が来たら大人とは言わないな。はい。それと同じなんだよ。今、 俺の目の前に一人のバカが来たからバカって言ったんだ。それはお前のことだよ。だからバカとは何事ですかこのことが分からなくて馬鹿でしょうか馬鹿も大のつく大馬鹿だ。そしたら、受けたまわりましょうって身を乗り出しやがった。あなたね、疑いの心と研究心とは別々のものなんだ。 研究心というのは人間の本能に神が与えてくれた心だ。心に何の横まもなく赤汚れもない物心つかない子供だって、一番先にひらめき出すのが研究心だ。その証拠には、お前みたいな大バカのわからずやでも、子供の時は何かわからないことや珍しいものを見ると、お母ちゃんそれ何お父ちゃんなんでそうなのなんでなんでって聞くだろう。 これが研究心だ。それは疑いの心じゃない。疑いというのはゴミや赤が心の中に入って、神聖の心の光を覆って、いろんなことを考える横っちょから出た気持ちを言うんだ。そしたらその人、バカじゃなかった。はあ、そうか。いくらか分かったようだな。じゃあ、大バカの王だけ取ってやろう。まだバカですか。 まだバカだ。半バカになったら褒めてやるから。そう言ったの。昔はそういうしつけ方をしたんです。今はしません。もっとも東京じゃやります。関西ではしません。旅の身の上、憎まれると損だと思うから。なるべく、ああ、よしよし、と言って、だだっこをおもりするようなつもりで教えてます。ただ東京の会員には、 特に学者、宗教家には厳しく言います。先生、ちょっと受けたまわりますが、どうせ、ろくなこっちゃねえだろ。聞かねえ方がよかねえかそうすると、大抵聞かなくなっちゃう。しかし、聞く人があると、そのくらいのこと聞かなきゃわかんねえのかもう一遍、入会し直せみたいなことを言います。関西でそんなこと言うと大会するから、勘で含めるように言ってます。 今の話でも分かった人は分かってるけれど分からねえ人は分からねえだろうな。もう一つ別の話をしよう。本当に信念の実態が分かるから。宮本武蔵の話です。人はいろんなことを言うけども。 私は宮本武蔵という人は無学でありながら立派な哲学を持った人だと思います。ご承知の通り、武蔵の晩年は、比後熊本藩主細川忠敏公に客分として招かれ、細川公は宮本武蔵と話をすることが楽しみだった。ある時細川公は家来の目の前で、今日までに何百 という真剣勝負命の取り合いをなされたそうだが、数ある試合の中でこれは強いなと思った相手がいましたかと、武蔵に聞いた。そしたら武蔵がニコッと笑って、私と試合する者に弱い者がいましょうかほう、それじゃみんな強かった。そうであります。 その強いものに勝つんだからあなたはよっぽど強い人なんだ。どうですこの勝負は勝てるぞとか、ひょいとすると勝てないなんて思うような気持ちをお持ちになったことはありますか私は勝つとか負けるとか、そういうことを考えたことはありません。けれど、命の取り合いをするんだから考えないはずはないでしょう。そうですかな私は武術家ですので、 あなたの今おっしゃった命の取り合いをする試合が、いわば私の本職であります。本職のたびに勝つか負けるかなんてことは考えたことがありません。一言受けたまわりたいが、あなたの召し上がってるサンドサンドの食事に、今日は毒が入ってるか入ってないか、入っていたら大変なことにならないかと考えながら召し上がっておられますかああ、そうか。 それで細川公は悟ったと言うんです。どうだいわかんないそれじゃあ、歌を聴かせてあげよう。そしたらわかるかもしれない。思わずと思う心は思いなり。思わざりせば思わざるなり。思わないでいようと思うのも思うことだ。思わなければ思わない。これを禅の方では、 不死料亭を治療せよ。という。これが新年の実態で、安城打座の精神であります。今年の夏、安城打座の精神を英語で言ったろう。Listen to the soundless sound with your mental ears.Put your mind out of the space and do not mind your senses. Keep your mind still and clear in the soundless world. 心にをすまし、空の声を聞く。心をば、虚空の外に置き換えて、五感気にすな、だざの妙法心をば、静かにすます、空の空大丈夫だ。 できる、これは信念じゃありません。思ってるだけだもん。信念のあるものは事柄に対して病にかかろうが運命が悪かろうがよくなるもよくならないも思ってませんよ。信念の中には否定も肯定もないんだ。それがパッと分かってからの私はそれはもう。 何とも言えない爽やかな気持ちになって何事に対してもたとえ自分がいつ死ぬかわからないような病にかかってもちっともそんなこと考えなくなっちゃった。もっとわかりやすく言うとよく寝て夢も見ない時と同じ気持ちになっちゃったんです。それまでの私はね 心の中で自分の健康が回復しないというような否定的な気持ちがある時と、また時によると、あ、これがいけねえんだ。悪くならしないかってことは考えないようにして、治る方へ心を持っていこうと思ったり、のべつ否定と肯定とか心の中でこんがらがってたんです。ダメですよ。心の中で戦ってんだから、治らないのは当たり前なんだ。 治らないような種をまいてるんだもん。それが今言ったような、何にも考えなくなった。それが信念だという風になってから、そりゃもう薄紙剥がすなんていうのは嘘みたい。厚紙を剥がすように良くなっちゃったんです。その上、何でもできるようになっちゃったんです。それまでの私は剣を手にした時以外何にもできない人間だと思っていたのが、 今度はこれを出かそうと思わず、うまくいくかなとも思わず、何にも考えないでやってたら、絵でも書でもできるようになっちゃった。これは本当に急ピッチでした。到底できないと思ったことがどんどんできるようになっちゃう。今でも忘れない37、8年前、野田久保という人が会員になった。 体が悪いので私の会に来たんだが。ねえ、野田さん。私は富士山の絵だけ描きたいんだけども、絵心ってものが全然ないんだ。私は切ったり貼ったりばかりしてた人間で、おまけにこういう収容してからは、そういう方面のことをする時間もなかった。みっともねえようだけども、字も書けなきゃ絵も描けねえんだが、せめて富士山だけ描いてみたいと思うんだけど、と言ったら、 野田さんはいや、私たちみたいにずっと絵筆持ってても満足に描けないんだから、あなたの歳になって急にそんなこと始めてもダメでしょう。富士を描きたかったら、富士を描く絵描きを雇いなさい。そんな難しいもんかい。難しいですよ。絵だって何だって一家をなすには、一つは生まれつきです。そりゃあ、私には絵を描く才能はないね。 先生はもう講演だけしてりゃいいんです」と言って別物扱いするんですけれどありがたいかな新年の実態というものをつかんでからは今日あなた方がご覧になるような絵も字も書くようになっちゃったのだから時々これが本当の自分なのかと思いますよ昔の私が私なのか今の私が私なのか不思議と思うくらい不思議だったよ だから、昔の私を知ってる人に会うと困るんです。パッと一時的に変化しちゃったから。だんだんに変わってきたなら、さほどまで考えないけれど、パッと変わっちゃったものだから、これが本当の俺かいなと思いましたよ。今はそんなこと思いやしませんけども。だから、家内にも、おい、よく見てくれよ、俺。お前と結婚した時の俺か。なんて言うもんだから、 あなた、しっかりしてちょうだいよ。ほんと冗談じゃない。なんてよく言われたもんです。そして、さらに精神科学の方面を研究してから、心の持つ思い方、考え方、思考、思念というものの不思議さが完全にわかってきたんです。絶えず思ったり考えたりする思考作用は、 物心つくと同時に誰の心の中にも朝もやの煙のように燃えています。それが心の仕事だから。その仕事である思ったり考えたりするというものの不思議さをそれまでちっとも私は考えなかった。それがわかってきたんです。つまり、思っていること考えていることが土台になって信念ができてくる。 ただだふわーっと信念ができてくるんんじゃないんだつまり実在意識でいろんなことを思ったり考えたりすることが潜在意識というものとピタッと結びついてくるとますます信念が完全にコンクリートが固まるように固まってくるんだ。要するに潜在意識と実在意識との連鎖関係がはっきりと分かってきたんです。 最も心理的に言うと絶対的境地に心がすぐなりうるように示唆すればそれでいいんだと絶対的な境地は否定も肯定もないそれが信念なんだと分かったんですそしてまあ話しながらも涙が出てくるんですがこの信念の実際方法が分かった後の自分自身の今日を考えると 慶応もできないぐらい幸福な毎日を抱かされている身になったんです。これだけでも信念のいかにありがたいかってことはお分かりになったろうしかし、これはまだプロローグ、序章なんです。とにかく、人間の心の持つ思考というものの不思議さは口じゃ言えませんぜ。 だから何べんか新年の話を聞いてる古い会員でも自分でそういう体験がない人は分かってない人がいるんです。そこでお互い心でいろいろと思ったり考えたりするのは何のためにしてるのかを考えてみよう。いつも言う通りテレビでもラジオでも見たり聞いたりはしてますよ。でもどういうわけでテレビが映って ラジオが聞こえるのかということを完全に知ってないと、調子が悪くなったとき自分で直せるかい私は電気屋じゃないから直せませんという人がいるけれど、電気の方は電気屋がいるから直せるけれど、心の方を考えてみろよ。心が思ったり考えたりするのは第一、自分自身がのべつやってることなんだからね。 それが分かってくると、今度は全然今までと違った見方、考え方が心の中で行われるようになるんだよ。そうすると、心の思考というものがいかに驚くべき力を持っているかという、本当の心の値打ちが分かってくるんだ。今まで考えていたものより、はるかに広い、いわば果てしないすざましい働きを持ってるんです。 それがわかるには、あなた方の生きてる周囲を見てごらん。あなた方が目に触れる自然創造物以外の全ての一切合切は人間の心の中の思考から生み出されているものばかりでしょ自然のもの以外は人間の作ったものなんです。そうだとわかれば、あなた方の一生も あなた方の心の中の考え方や思い方で、良くも悪くも作り上げられるもんだということが、すぐわかりゃしませんかあなた方の心の中の考え方や思い方が、あなた方を現在あるがごときあなた方にしてるんですぜ。この言葉は重要だ。もう一遍言うぜ。 あなた方の現在持ってる心の中の考え方や思い方があなた方を今のあなた方にしてるんです。まだわからない首ひねってる人があるね。今のあなた方はあなた方の心の思い方、考え方が作ったんです。願い事が叶わなかったり、思うことがままならなかったり、 あれがああだ、これがこうだ、滑った、転んだっていうのは、みんな、あなた方の心の中の思い方、考え方が現在あるがごとき、あなた方を作っているんです。病をわずらってる人なんか腹が立つだろうね。冗談言っちゃいけねえぜ、天風さん。俺は何も現在のこの病を俺の心で作ったんじゃないよ。俺を見てる医者に聞いてみろ。 私から言わせれば、医者なんかに何がわかるかい医者はただ病の状態を見てるだけじゃねえか。この世の中に原因なき結果があるかい元がなくって末だけあるものなんかありゃしないよ。何でもかんでも宇宙自然の現象以外は全てがそうなんです。だから、自分の念願や祝願、優しく言えば、 思うことや考えることが叶うとか叶わないとかってことはその原因が外にあるんでなくしてみんなあなた方の心の思い方考え方の中にあるんですこれが宣告言った通り私が長い間気がつかなかったんだしかしだんだんと研究するうちにふっとこういうことを考えたんです 戦争中、自分でも驚くほど強かった心の思考の結果、宮本武蔵と同じように負けるとか勝つとか何も思わなかった。そのうち病になって哀れに弱くなったのも、また自分の心の思考の結果だと気がついたんです。一挙一度、どんな些細な行動でもみんな自分の心の中の思い方や考え方の表れということに気がついたんですよ。 そして、否定や肯定を超越して、巨神平気の絶対教に心を安定すれば、季節して強固な信念となって、それがいつか具体化するというのが必然の真理だと悟れたんです。私がよく、人の心はその人を作りもし、また壊しもするというのは、その理由があるからなんだ。 だからその真理に従って自分の人生の改善や幸福のために役立てせしめるべく自分の命の中にある心という偉大な力あるものつまり心の中の思念というものが否定や肯定という相対観念を超越するとそれはそれはすごい力を発揮するもんであるということを忘れないようにしなさいよ。 なせばなり、なさねばならぬ何事も、ならぬはおのがなさぬためなり。なるとかならないってことを心で考えるな。なせばなり、なさねばならないんだ。なるもならないもあるか、なせばいいんだって。これが私の気持ちだよ。ところが、大抵の世間の人は、 否定観念というものが生命エネルギーの発動を妨げるという厳粛な真実を知りませんわ。多くの人は否定観念に付随する疑惑というものが全てに有効な力となって働くと考えてるんです。だから相対的な観念でなく絶対的な観念、つまり信念というものが祝願達成の大事な原動力だということを考えてる人はやしませんわ。 なんかするときでも、できるかな、できればいいけど、失敗しないかな、と思ってやってきたんじゃ、それはもうできやしません。逆に、できると思う必要もないんです。できると思うと、これが肯定になるからいけないんだ。やってりゃいいんだよ。天風さんがそう言っても、できないことはできない。どうすりゃいいですか。と、 そういうことを言ってる人は勝手にせもう最も原因があるんですそういう人は潜在意識が持つ驚くべき力に蓋しちゃってる蓋してそれが出てこないからないと思う間違った考え方をしてるんです潜在意識という素晴らしいものの中に生まれながらに蓄え持ってきた潜在能力というものがあるんだぜ 信念が絶対的なものというのは、要するに、肯定も否定もなくなるような心になると、潜在意識の中に生まれながら与えられた潜在能力が出てくる。どうだ、驚いたろう。これらが今後何千年か何百年かのちに、心を求める人の大きな教えになりゃしないかと思う。 心境払拭とか、本前への復帰とかってことは方法論です。潜在意識の活動作用を妨害しさえしなかったらば、それでいいんだよ。それを心の鏡をしょっちゅう拭いてなきゃなんねえとか、本前に復帰しようとすると、その方法に心がとらわれてまた肯定や否定が働き出すんです。 じゃあ否定も肯定もない心っていうのはどういう心なのか私の体験を話そう私はインドでひょうに何べんあったかわからないインドでは猛獣の中で一番恐ろしいのはひだって言うんです私が初めてひょうにあったのはインドの山の中で座禅を組んでる時だったなんかこう 膝のところに変な感じがすると思ってひょいと目を開けてみたら体長1メートルぐらいのひょうが私の膝頭をペロペロとなめてやがったの大根おろしのあのギザギザですられてるような嫌な感じがして目を開けたんですその時の気持ちというものは自分でも不思議なくらいですおっかなくねえんだもん 目の前三尺も離れていないヒョウをじかじかと見たんだからね。まるで長年飼い慣らした犬が主人の体を舐めると同じように舐めるんだから。ヒョウの方は目つぶってじっと座って、何もしねえ変な奴がいると思ったんでしょう。あなた方だったら、わーって大声出しゃしないかと思うんだけど、どうだい慌てて逃げたら、がぶりとやられるよ。 巨神兵器のたまものというものを実際その時に体験したんです。巨神兵器ぐらい尊いものはないんです。絶対的な赤国神が巨神兵器なんだよ。だから難しくもなんともねえ。心の中に否定も肯定もなかったら心は綺麗になる。否定と肯定もない心を巨神兵器というんだ。黙っていても。 心境は払拭されてるんだよ。それを知らないで心の中をしょっちゅう不当な要求や不当な念願でもやもやさせてたら、それは自分の命を削ることをしているんだぜ。それからもう一つ、信念の間発に必要なことを添えておこう。それは暗示の分析と 内政検討を真剣にやらなきゃダメだぜ。このマスコミ時代に生きる場合にこれが一番大事なんだから。のべつ年中くだらねえ暗示が自分を襲ってることに気がつかなきゃいけないの。朝から晩までこういう公演のような積極的な話ばかり聞いてりゃ文句はねえんだけどもね。そして、 そっちゅう自分の心を自分が検査しなきゃダメだよ。朝、目が覚めたら床の中で、ほんの一分間でいいから、今日の新しい蘇りに出発する自分の心は、どんな状態かということを検査して、ちょいとでも、今まわしきものや濁りがあったら、取っちまわなきゃダメだよ。取るっていうのは、考えなきゃいいんだ。考えなきゃ取れるんだ。 よくあなた方に、どうだいやってるかいって聞くと、はい、やってますと答えます。でも全部が本当ではないんです。中には嘘を自ら証明する人がいる。先生、やってますよ添風式体操体操だけやってるのが添風界の教えと思ったら大間違い。しょっちゅう自分というものを自分自身が研ぎ上げることに忠実でなきゃ。 自己を厳しく自分自身が誘導していかなきゃダメだよ。まあ、やってごらんなさい。そうするとね、消極的方面に用いた時と全然反対に、その心が本当にありがたい状態になってくることを感じてきます。それをやらないで、ようやく物になるかいなと思う時に物にならずにいる人が多いんだから、 失礼ながら、みんなアホで生まれてきたんじゃないんだぜ。生まれてからのちアホにしちゃっただけなんだ。だから、積極的な自己暗示を常に与えて、うまくいかない場合も、しまったと思わないで、こうするといけないんだ、じゃあこうしようというふうに、積極的な自己暗示を反復するようにしてごらん。多くは、 一辺つまずいて転ぶともうダメだって立ち上がらないからいけないんだ。積極的な自己暗示を反復するごとに心に描く映像の現実化的傾向が一層促進されるんだからね。こうした言葉を揺るがせに聞くと損だぜ。今日の講演を聞くと聞いた時から人間が違ってくるんだもん。それが 新年の奇跡というもんなんです。もう少しわかりやすく言うぞ。よろしいか潜在意識は心のスクリーンの上に描かれた映像の通りにそれを実現させる働きを持ってる。それを優れた人でないとそういうことができないと思っているところに非常な損失があるんだ。それには 自己暗示をしっかりしたものにするために、想像の訓練をしなさいよ。あなた方はね、くだらねえことを想像することは、もう徹底的にやってますわ。恐ろしいこととか心配になることを想像するときには、はっきりと自分の心の中に描き出しているじゃねえか。 10秒にかかったり、何か心配事に出くわすと、それを徹底的に破滅に陥った時までの映像を心の中に描いてるだろう。これは無駄なことなんだ。これを良い,い方にするんだ。良い,い方に。私なんかは楽しいことや嬉しいことを考えている時は、もうそれがそのまんま実際に目で見てると同じような状態で映像が出てくるぜ。考えてごらん。 潜在意識という、最も安心のできて信頼性の高いすざましい力があなた方の命の中にあるんだよ。晴れ晴れしい楽しいことだけを心に思わせることにして、もちろん雑念妄念を考えないでいると、今までと打って変わって我ながら見違えるような自分が作られるんです。 そうなると、本当に神秘的だと言いたいくらいな感化作用が即座に現れてくるんだぜ。長年医者にかかっても治らない病を持っていた私が、病を忘れちゃってみろ。病がぐんぐん良くなって、90過ぎてもこうやって講演してるじゃねえか。ただ死ぬときは死ぬんだ。死ぬことは決まってるんだから考えなくたっていいだろうと、そういう悟りを開いたんだ。 あなた方朝起きてからいきなり夜を考える人はいないだろう日曜の朝朝寝してるところへうちの者が雨戸開けましょうかと言ってきてあなた方は断るかいほっとけほっとけまた晩に閉めなきゃならないからそのままにしとけという人があったらこれはバカだこういう話をするとすぐ笑うねあなた方は。 これと同じような間違った心の使い方をしてないかいとにかく人生を生きがいのあるものにするには想像力を応用して自分の念願、祝願を絶え間なくはっきりと心に描くと同様に自己暗示も絶え間なく連続的に反復するんだよ。それにはもう一番いい方法を教わっているだろう 鏡に向いて、その鏡の眉間のところに新鮮な気分でもって自己暗示を与えるんです。ただ注意深くしなきゃなんないのは、その映像が時々ピンボケになるから、ピンボケにしない要領は、その想像の映像に楽しみを加味して描いてごらん。すると難しいと思える観念集中が存外優しくできる。 この心に施す技術が熟達すると潜在意識という最も安心できて信頼性の大きい力に自分の命をぐっとお任せしたことになるんだ。すると今までと全然打って変わってまるで我ながら見違える自分というものを作り変えることができるんだぜ。どうだいこの話を聞いたら 将来が楽しみになるだろう。成功や出世なんていうことはもう、へっちゃらだってことに気がつかなきゃならない。こういう様々なことをあれからこれから考えてみると、なるほど信念というものを作るのは別に難しいもんじゃない。コンクリートを固めると同じことだとわかるだろう。だから、今言ったことを絶え間なくやってごらん。 信念というものの持つ不思議な感化作用いわゆる奇跡以上の不思議な現実が生命に現れることが分かってくるに違いない。最後にこの尊い心理現象の法則というものを活用して立派な人間としての新本領を発揮されることを切に願います。 信念と奇跡。我は今我が心の奥底に奇跡を行い得る。神秘の力の潜在することを悟り得た。そして人はこの力をよりよく活用することにより、人の値打ちが決定されることをも悟り得た。 そして今私はこの尊い現実を悟って、我が命の中に輝く尊い光を自覚する。同時に過去の一切の無価値より下脱して、拡張高き人生へと、今まさによみがえる感激と喜びに我が心は炎と燃え立つ。 そもや自己を作る者は自己である。そして自己を正しく作るには、何を置いても、自己を正しく律することである。しかも自己を正しく立せんと欲せば、ただ一重に信念を基盤とする連想の観念を、常住我が心の中におこそかに確保せざるべからず。狩るがゆえに、 今日からはいかなる時にもこの心的態度を普段のものとして、我が命を正しく作る自立基盤の力を、りそめにも緩めざらんことを、つつましやかに己の心としよう。